枕返し、枕返し、半枕、枕返しとは、日本の妖怪の一つ。夜中に枕元にやってきて、枕をひっくり返す、または、頭と足の向きを変えるとされている。具体的な話は、江戸時代、近代以後に多く見られ、その姿は子供、坊主であるとも言われるが、明確な外見は伝わっていない。江戸時代の妖怪画集、ガト百鬼夜行には、 小さな仁王のような姿で久しれている。妖怪とみなされるほか、その部屋で死んだ人間の霊が枕返しになるとも考えられていた。宿泊した大金を持った旅人、座頭、六部、薬売りなど、話される土地によって、職業などは異なるが、いずれも地を移動する旅行者をその家の者が騙して殺害し、金を奪ったところ、その旅人の霊が夜な夜な止まった人の枕を、 動かしたという話などがある。東北地方では、枕返しは、座敷、同時、座敷わらしのいたずらと言われることが多い。民話研究家、佐々木紀善の著書、東野の座敷わらしと、おしら様によれば、枕を返される他にも、寝ている人が体を押し付けられたり、畳を持ち上げられたりし、周りには小さな足跡が残っていたという。同書によれば、 岩手県九古群侍,侍、浜村、現久慈市、南侍浜や下平郡宮古町、現宮古市寺向かい町のある家では、不思議な柱があり、枕をその柱に向けて寝ると枕返しに遭い、とても眠れないという。岩手県下平郡小本村では、ある家で亡くなった人を棺に入れて座敷に置いておいたところ、火事で棺も畳も焼けてしまい、その後に畳を変えたにもかかわらず、 その畳の上で寝た者は枕返しに合うと言われた。この枕返しの正体は、諸説あり、タヌキや猿の仕業とも言われた。群馬県安妻郡東あが町でいう枕返しは、猫が化けたものである箇所の仕業とされていて、東向きに寝ている人を西向きに変えたりすると言われる。枕をひっくり返す同時姿の妖怪を、枕小僧と呼ぶ地方もある。静岡県岩田郡では、 枕小僧は身長約三尺、約九十センチメートルで一人で寝ていると枕を返すなどのいたずらをすると言わる。特定の部屋や建築物の中で枕返しに会うという話は日本各地の寺院にいくつか見られる。栃木県大田原市の大遊寺には幽霊を描いた枕返しの幽霊と呼ばれる掛け軸があり、これを掛けて眠ると翌朝には 枕の位置が変わっていると言われる。これは、江戸時代中期に、古そもそも園ウイスという絵師が描いたものだが、一説によれば、病床の母を描いたもので、絵の完成直後に母が亡くなり、その後に絵をめぐって様々な怪異が起きたため、供養のためにこの寺に収めたという言われがある。香川県佐野市の大久保寺では、寝ている間に枕元に枕小僧が立つと、 体の自由が効かなくなるといい、その場所で寝ることを戒められている。寺院での枕返しには、寺の本尊の霊言を物語るような例も見られる。栃木県栃木市太平町、西山殿の大中寺には、枕返しの間という部屋がある。かつて旅人がこの部屋に泊まり、本尊に足を向けて寝たところ、翌朝には、頭の方が、本尊の方へ向いていたといい。 大中寺の七不思議の一つに数えられている。美の国小金田村、現、岐阜県関市の白山寺という寺には、枕小帽子、枕返しの観音という観音菩薩が祀られており、その道内にいるとなぜだか、しきりに眠くなってしまい、仏前にもかかわらず、居眠りをしてしまうが、この際に、夢の中で、枕が帰ることが、願いが成就する証なのだという。 単にいたずらをするだけでなく、枕返しが人間の命を奪うという伝承の例もある。石川県金沢のある屋敷には、美女の姿の枕返しが出たというが、その屋敷のゾウリトリが、屋敷の前で枕返しに笑いかけられた途端に木を失い、そのまま死んでしまったという。和歌山県日高郡のある村では、七人の木りが、おま川のそばの檜の大木を切ったところ、 その夜に眠っている七人の元に木の精が現れて枕を返し七人とも死んでしまったという。同じく和歌山に伝わるルイワでは八人の木こりがもみの大木を切ろうとし、ついとでは切れないので途中でやめたところ翌日には切り口が元通りになっていた。不思議に思ってその夜に木を見張っていると木の精が現れて切りくずを切り口に詰めていた。 そこで、木こりたちは、木を切る時にクズをすべて焼き払うことで、ようやく切り終えた。するとその夜、木こりたちのもとに、木の生たちが現れ、枕を返していった。数との木こりは一心に、般若心経を唱えていたところ、木の生たちは彼を信心深いものとみなして、枕を返さずに帰っていった。翌朝、彼以外の七人はすべて、息絶えていたという。夢を見ている間は、 魂が肉体から抜け出ており、その間に枕を返すと魂が肉体に帰ることができないという信仰が古くは日本人の間にあったと考えられている。平安時代末期の歴史物語、大鏡にも藤原義隆が自分の死に際し、死後も必ずこの世に帰るために通常のしきたりのような葬儀をするなという意言を残したにもかかわらず枕の位置を北向きに直すなどして、 通常の葬儀が行われたため、蘇生することが叶なわなかったとの記述がある。民族学者、武田明は、枕には人間の意気量が込められており、枕を返すことは寝ている人間を死に近づけることを意味するとしている。民族学者、宮田昇は、かつての日本では、夢を見ることは一種の別世界へ行く手段と考えられており、夢を見るために箱枕に睡眠作用のある行を、 炊き込むこともあった。そのために枕は別世界へ移動するための特別な道具、いわば異次元の工作する境界とみなされており、眠っている間に枕をひっくり返されるという枕返しはすべての秩序が逆転する異常な事態であることを示していたのではないかと考察している。このような枕に対する民間信仰が枕返しの伝承のもとになっており、枕返しをされてしまうことは、 人間の肉体と魂が切り離されてしまう異常な事態であるとして恐れられていたが、徐々にその信仰が知ったれるにつれ、枕返しは単なるいたずらとみなされるようになったと見られる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。